大変ですね。かわいい。シルがすごい。今年もかわいい。皆さんこんにちは、リーダーハンガリーチャンネルのリーダーです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日は広瀬香美さんのロマンスの神様を見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではみんなで見ていきましょう。ハートコルバーギンベレ。私、今年が初めてなんです。AP バンクのこのフェスティバルに呼ばれたの、ね、お招きいただいたの。ごめんね、とちらかっちゃって。かわいくないの、全然かわいくない。もう本当にどうもありがとうございます。あの、どうしてちょっととちらかってるかっていうとね、うん、私、夏、歌ったことないの。うわー、すげー大きなクラウド。でも暑いの苦手。だよね、大変ですね。私がほら冬の女王様だって皆さんご存知？冬の女王様なのよ。なんでこんな真夏にじゃあ歌ってるかっていうと、その理由聞きたくない？優しい、ありがとう、優しい。ここ数年来地球温暖化に伴い冬が短くございます。雪が溶けちゃうの。私困るんです。このままわがままにみんな夏夏好きなのはいいけれど、地球汚し続けていくと北極のシロクマさんも南極のペンギンさんもスライムみたいになっちゃって大変な地球になっちゃうの。そして私、うん、冬歌えなくなっちゃうの。うわー困るでしょ。みんなも皆様のご協力をもちまして、ぜひ冬私がスキー場ツアーとかで皆様とお会いできますけど、本当にご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。ちょっとかわいい。またスキー場でお目にかかりましょう。冬の曲を歌うわ。わー、だからこの一曲だけでもタオルで雪の花を探すのだ、ロマンスの神様。わThank you.
一回一部終了です。ゆっくりたっぷり涼しいところで休憩してください。また会いましょう。はーい、あとで。Thank you。わあ。かわいい。すごい。はーい、皆さんどうでしたか。わあ、本当に素晴らしいパフォーマンスでしたよね。は、歌手の声は素晴らしく、そして見た目もとても可愛かったと思います。うん、あ、それに彼女は本当に強いカリズマ性を持っていましたよね。これほど大勢の観客の前で歌い、そして彼らとつながるのは簡単なことではないと思います。本当にすごい。これは盛大なフェスティバルだったようですよね。まあ、ここハンガリーのシゲというフェスティバルを思い出します。ちょっと、あ、それも夏にも開催されますが、このビデオでは観客がとても整然としているように見えました。実はハンガリーのフェスティバルではもう少しワイルドというか混沌としたものになると思います。ちょっと、まあ、大変ですけど本当に楽しいと思います。はーい、最後まで見てくれてありがとうございます。次回の動画でまたお会いしましょう。Bis zum nächsten Mal.